はい、受験勉強の受験勉強のしんどさということでちょっとつぶやいてみようと思います。スキースノーボード専門チャンネルです。うん、寒くなってきましたね。どうしようかな。いつも見てもらってる人にの会話と初めて見る人の会話、初めて見る、受験勉強ね、大人になって、僕受験勉強ってほとんどしたことないんですけど、どっから話そう。台本をね全然決めてあ、アホな51歳です。50歳だっけな、どっちだったっけ、俺忘れた。お、見てください、ノーカットで、編集せずに喋れますんで、低所得者のね、これ最初に言えないことな年収300万円のトラックドライバーです。スキーヤーです。はい、年収アップのために今ね、受験勉強というか資格を取るために、それも受験勉強ですよね。進学するのも就職のために勉強するのも、資格を取るのも試験を受けるための勉強って受験勉強でしょ。で、受験勉強するんですよ俺。でトラックドライバーでもう今更ね、いろいろ営業とか、その調理場、建築現場、いろいろやったんですけど、その政府がさ70歳までなるべく働いてくれって言ってるじゃんか。だからその、俺が老後になる頃はね、75歳ぐらいまで働いてくれよということになるから。で今俺その年金、今の時点で年金ね、将来もらうとしたら6万円なんですよ。少ないですよ。でそれじゃ生きていけんじゃんっていうことで、年収アップっていうこともね、年収アップしてから副業のこと考えようと思ってるんですけど、年収アップだけじゃね足りないから、とりあえず副業の前にね、年収アップのために今大型乗っとるんですよ、夜勤ね。それじゃあどっから話すのか、そのトレーラーね、タンクローリー乗りたくて、それだと年収100万円ぐらいで、ね、いい会社だったら200万円アップぐらいになると思うんですけど、2024年も問題があるから、そっからどうなるか分からんけど、とにかくね、安定している、ガスとかね、油とか、そういうものは政府の要人も困るじゃん、なくなると。だから要人も政府も要人も、財務省の人も経団連もみんな困るでしょ。で大企業も困るじゃん。そういうものは大事に、そういうトラック業界は大事にするだろうから、それ以外のトラック業界はどうでもいいやと思ってるだろうけどね。そういうああいう案とかね見てると、それ全然分かってないなと思うから、だからタンクローリーに、ね、乗ると思っていろいろ、とりあえずねこれ映ってます、これを撮ろうと思ってるんですけど、とりあえずね。で、もうね、正月ね、スキー場で過ごしたいから、年末年始。高津台に、多分ダイナのとこで車中泊する。鷲ヶ岳とかもそういうとこも行くかもしれないですけど、この冷えてきたでしょ。冷えてきたから、雪が降ればね、なかなか溶けないですよ。冷えてきたから、急に。今日がね、11月19日、今日も暖かいけど、でも全然そんで、だから人工雪がね溶けないじゃん。だから人工雪の質もいいだろうし、溶けないからね、なかなか自然雪が降れなかったとしても、だから年末年始ね過ごしたいから24日にね試験の日をね決定しちゃって登録しちゃったんですよ。お金も払ったし、なのに全然集中できないっていうね、なんていうかな、集中するのが下手な人なんですよ僕。で20時間ぐらい起きて折れる人なんですよ。で15時間ぐらい寝ちゃうとかね、そういうサイクルの体だからなかなかしんどいですね。でそれに夜勤ずっと一定して出てなきゃいけなくて、で急に切る気も頼まれるっていうね。なのでなかなかね、勉強はねはかどらないですね。いいわけだけど、とりあえず、今日もね、休みなんで10時半、今から勉強で勉強していこうと思います。この前の日曜日連続で12時間だったかな、勉強しましたね。連続でっていうか24時間時が一周2週回る間に、その時はもうさすがだなと思ったけど、できない時は全然できないですね。日曜日でまるっきり時間があるのに、2時間しかできないとかね、気が散って、
そので、太りますね、あの受験勉強ってストレスで太って、ストレスで食うんですよ、食べるんですよ。だから 太っちゃいますね。でコーヒー飲むばっか飲んどるし、ピーナッツとかチョコとか眠たいから食べると、血圧上がるしね、なんかずっと椅子に座っとるで運動不足になるしっていう感じで、強いです。はい、じゃあ今日から今日も頑張っていこう、勉強していこうと思います。動画出すとしたら手抜き動画です。はい、じゃあね。